はい、ようこそミキさんの剪定教室へ。今日はですね、2022年の2月のアジサイの観察です。アジサイの花芽と葉芽の違いを説明します。5分少々のですね、短い単針ですので、最後までお付き合いください。はい、こんにちは、ミキさんです。今日はですね、2022年の2月の24日木曜日です。昨年から定期的に報告しているアジサイの今の状況を観察します。まずですね、2月ですから、この夏にですね、花の咲く枝を紹介します。これですね、これは両方ともですね、先が尖っています。こういう面にですね、花がつきます。一方これですね、これはちょっと枯れ加減、こちらの芽はね、丸いですよね。だからこの丸い芽、こちらですね、こちらはこれは葉芽です。葉芽ですから花は咲きません。それで花が咲く方にはですね、ここにですね、まあ、1センチぐらい、1センチ15ミリぐらいかな、短い枝、去年のですね、夏に枝が伸びて、その先に花芽がついてます。で、葉芽はね、こう丸いんですが、ここに枝がないです。短いです。枝があって尖った芽がついているのに花がつきますが、これがですね、こっからまた枝が伸びるんですよ。枝が伸びて、その枝の先にですね、花をつけます。このね、この芽なんかもですね、枝の途中なんですが、去年、一度、まあ15ミリから20ミリぐらいの15ミリから20ミリぐらいの枝が伸びてからですね、その先端に花芽がついてます。花芽は尖っています。これもね、尖ってないでしょ、芽が。で、これも葉芽です。これもね、丸いでしょ、葉芽です。この枝ですね、この枝のこの芽、この芽ですね、右も左もですね、尖っていますよね。それから、芽の根元にですね、1ミリぐらいの枝がついてますね。ですからこれ花芽です。まあ、全体観察しますと、30や40、まあ、50ぐらいはですね、花芽がついていますが、花芽が小さいので、まあそこそこ咲きますが、ふさふさとした立派な紫陽花には今年はならないと思います。向こうの紫陽花の説明を今していたんですが、まあこちらの紫陽花なんですが、こちらはですね、全体にですね、芽がほとんどありませんし、まあこういうふうにですね、ここについてればついてるんですがね、これなんか咲きますね。これも咲きます。だけど、もう何とか生きてるけど、貧弱な芽ですから、小さな花しか咲かないと思います。ですから、右側の遠くの方の紫陽花に比べると、こちらはですね、もっと今年は貧弱になると思います。まだ風が吹いてて寒いですね。これ柏葉アジサイのですね、芽もね、だいぶ育ってきました。これね、落葉しないで葉っぱがついて、葉っぱがほとんどついてないのがあります。この場所はですね、割と、まあ、日当たりがいい方でしょうか。ですからもう水仙の花が咲いてますね。綺麗ですね。なんか背丈が短い可愛らしい水仙です。
すぐ近くにあるですね、サザンカもですね、もう花が終わってですね、花柄になってますが、ところどころにですね、まだかってですね、花と、つぼみが残っています。まあ、全体にはもうね、花が終わってしまっています。はい。いつもご視聴ありがとうございます。励みになりますので、いいねのグッドボタン押してくださいね。では、またお会いしましょう。